はい、第3部でございます。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。繰り返し申し上げますけども、私ね、宇都宮氏に歯向かってるわけじゃないんですよ。私の知的レベルが低いんで、宇都宮氏の見解に追いついてないところなんですよ。で、追いついてないことをこのように、ね、正直に、私のまだ知能レベルはこの程度なんで、すいません、宇都宮氏の言う通り、思う通りに理解できなくてすいませんという食材を込みながらこうやってお話しております。はい、次です。これが多分最後になると思います。ブランド物のカバンやバッグを買っている暇があるなら、この世界を変えるために必要なものから買いましょう。で、私が必要だと思っているものっていうのは、世界を変えることは私は不可能だと思います。私は一人の力でね、世界を変えるのは無理です。ただ世界中の人が同じことをやれば世界は変わると思います。でも、そういう世界の、ね、70億人とか80億人とか言われてますけど、そういう人が一つの見解に達することっていうのは、可能なんでしょうか。それを考えるよりも、自分一人とかね、自分の周りの人を、目の届く範囲の人を幸せで、平和にすることが、まあ、できることの限界値かなと思うんですよ。そしてもう一個言えば、そういう考えで意見や思想は違っても、自分と自分の周りにいる人を幸せにできる人ばかりがこの世の中にあふれたらね、進む方向や考え方は違っても、全員が豊かで幸せになることは可能なんではないかなって考えますけども、ブランド物のカバンやバッグって言っても、ブランドって全部ブランドありますよね。だからね、この時計はアルマーニっていういわゆるブランドものですけども、このボールペンはダイソーっていうブランドなんですよ。で、他にもね、スコンブってありますよね。これはどこのブランドか分かりませんけども、ミヤコっていうブランドですかね、中野ですね、中野商店かなんかだと思います。要するに、何でもかんでもブランドではあるんですよ。で、まあそこまで言わなくても、ね、ここで言われてるのは高級ブランドのことだと思いますけども、この高級ブランドっていうのも別にね、ブランドものを選んで無理して買ってる人もいると思いますけども、たまたま自分の住んでるレジデンスの1階にあるティファニーが自分の一番近くて一番効率的なお店だったら、そこで買うんではないかなと思いますし、今通販の時代ですから、ブランドものと気づかずにね、買うこともあると思います。先ほどのこのね、アルマーニの時計って、メルカリで買ったんですけども、16,800円なんですよ。別に高級品の部類には入んないような気がするんですよね。しかもこれもうね、7年ぐらい使ってるんですよ。ということは、年間でなんか1000円とか2000円しかコストがかかってない腕時計っていうね、なんて安い時計なんだって話なんですけども、これもまだ高価だっていうんだったらね、ちょっと携帯の時計で我慢しなくてはならないかなと思います。まあ、でもね、そういうふうに上げ足を取らなくても、こういうふうなブランドものとかね、高価なものに振り回されることをね、するような、そういうふうな時間とかお金の使い方をするんだったら、自分のね、世界を変えるための運動をしていきましょうっていうね、とても崇高なメッセージだと思うんですよ。そこはね、私さっきちょっと釈迦しましたけども、ひねくれずに、確かに自分の富とかね、自分の欲を優先させるんじゃなくて、世の中がどうやったら、世界がどうやったら良くなるかなっていうふうに考えて、そのためにお金を使うっていうふうなね、優先順位の方が正しいということを言われてるんだと思います。で、ハリウッドや芸能人の 3S 政策にかかって余計なものは買わないってあります。この 3S 政策っていうのは、昔から GHQ が、ね、日本人に刷り込んだと言われてますけども、私はね、やっぱりそれでもね、 3S に引っかかっても、もう野球が大好きとかね、スポーツ大好き、映画大好きとか言ってる人でも一生幸せに過ごせるんだったら、それはそれでいいんじゃないかなと思うんですよ。誰かに騙されていても一生が幸せなんだったら、騙してくれてありがとうなんではないかなと思うんですよ。で、ここはね、いや、そうは言っても騙されたことに気づいた方がいいんだよっていう意見もあると思います。苦しい現実でも、それね、現実をね、やっぱり受け止めながら生きていくのが美しいって考え方もあると思うんですけども、そこはどうですかね。やっぱりね、なんか知らないで幸せなのも一つ権利なのかなとか思っちゃいますね。ただやっぱりね、 3S 政策に引っかかって我々日本人がね、うまく操られてるとしたら、それはちょっと悔しいですよ。悔しいですけども、じゃあ 3S 政策ってのを私が知ることなく一生終わったら、それはね、 100% の幸せで終われたのに、なんで余計なことを吹き込むんだっていうふうなね、感情もあるんですよ。いや、そんな何 CIA かなんかのね、陰謀によって、あなたは幸せだと思わされてるんですよって言われますけども、いや、思わされてても幸せだったらいいじゃないかって話なんですけどもね、ここは違うんですかね。はい、ディズニーや USJ に行ったり、スタバで買ったりしない。スタバはね、別に行ってないですけども、私こういう風な缶コーヒーとかね、変なの飲みますんで、何でもいいんで。ただディズニーランドは USJ は行かしてください。それはディズニーランドが楽しいと思う人にディズニーランド行ったらダメだよっていうのも酷な話ですね。トムとジェリー見たい人は別にトムとジェリー見ればいいと思いますし、なんかこれはね、ディズニーランドや USJ に行くことによって楽しむ人が増えない方がいいってことなのかな。
大手の建築会社に仕事を頼んだり、なんてもってのほか、じゃあ大手の建築会社に勤めてる人はみんな失業しちゃうんじゃないかなと思っちゃいますね。で、原発推進委員を見つけ出し、東電に対しては徹底的なノーを突きつけましょう。